大丈夫なのか、立花は。とりあえずはね。ここだけの話、社長は随分前から腎臓をやられてんだ。このことは立花不動産でも俺しか知らない。病気ってことか。昔社長が腕をなくした時、輸血するまでにだいぶ手間取ってな。それで腎臓がうまいこと動かなくなった。社長の腕を落としたのは、その頃敵対してた中国人マフィアどもでね。もちろん落とし前は俺がつけといた。仇の話には聞こえねえな。昔のことだ。俺らはその頃まだ不動産屋でもないゴロつきでさ。でもそれ以来、社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなった。こいつをやらねえと社長は死んじまうんだ。立花はそんな体で登場会を敵に回してきたのか。この人は体がこんなんじゃなければ全部一人でこなしちまう。腎臓のことがなきゃ、多分立花不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうな。それでこれからどうする？全部社長が目覚ましてからのことだ。安心しな。ここは神室町の中で唯一登場会の目が届かない場所でね。アジア街って呼ばれている。聞いたことねえか？アジア街。この界隈に住んでんのはアジア系の外国人だ。堂島組から身を隠すにはうってつけの場所だよ。あんたらはそんなとこにも顔が利くのか。俺も社長も日本人じゃないからな。え？俺たちはもともと在日中国マフィアだ。だからここも闇医者だよ。まっとうな病院にはかからねえからな。出身はマフィアか。初めて聞くな。別に隠してたわけじゃない。ただ今まで立花不動産が登場会に尻尾つかませなかったのも、このアジア街って聖域があったからだ。この辺りの店はマフィアたちにみかじめ納めてでさ、外国人同士つつましくやっている。そうやってる分には登場会もアジア街を黙認するとさ。じゃあここに俺らが出入りしていると知れば、アジア街は登場会の怒りを買うってことか。まず間違いなくな。けどうちはここの顔役にリスク以上の金を払ってる。誰だ？さっき言った顔役の使いだ。陈先生在叫你，要你把那日本人也带去。ジーダオラ。何か問題か？あんたの扱いについて顔役と話をつけなきゃならない。ただ、あまり歓迎ムードじゃねえようだ。このビルの近くに中華の店がある。あんたにも一緒に来てもらうぞ。行こう。それじゃ顔役のところに向かうが、勝手に変なところを歩き回るなよ。うろちょろしてると面倒なことになるからな。行くぞ。アジア街の外は今頃堂島組の連中が目を光らせてる。ここにいればまず安全のはずだ。きっちり筋を通せってことなんだろう、多分な。喂，尾田，丽华不动产到底怎么了？为什么那样的日本黑帮也要帮？我有我的理由。
ソーラジェリー大也没有藏身之死哦。陈先生可不喜欢黑帮，这点你们也应该很清楚。喂喂天，你听到我说话吗？我现在就是就跟陈先生说句话，你别管我吧。你可别得意忘形啊，伟天。丽华不动产的人就是以为万事都能用金钱解决。我的，今のは何だ？ああ、気にしなくていい。アジア街はお前を歓迎するってさ。なんて言っても信じねえか。そうだな。ああ、それより、顔役には俺から話をする。お前は余計なこと言わなくていい。俺に任せてくれ。いいな。ああ、わかった。ここだ。お前も入ってくれ。陈先生，在我客人，是日本人，你不在意，用日本语吧。こちらはアジア街の顔役で、陳さん。陳さん、こちらが。飛龍一馬さんだね。元堂島組の。陳先生は。在日華僑に3人いる長老の一人だ。橘不動産の情報網にはこの方のネットワークも大きなウェイトを占めている。アジア街に来るのは初めてだろう。狭くみすぼらしい場所だ。大したお構いもできず申し訳ない。とはいえこれでも我々は以前このカムロ町でヤクザとも肩を並べていたんだよ。しかしそれをあなたのボス堂島宗平や風間慎太郎が力で押さえつけた。女子供含め多くの血が流され、やがて我々は地下に押し込められた。桐生はその頃まだ堂島組にいませんでした。無論承知している。ただの世間話だよ。失礼しました。その後力を失った我々は時代とともに日本人の金回りが良くなるのをずっと横目に見ていた。この狭いアジア街の中でね。小田さん、そちらの客人はアジア街に歓迎できんよ。その人はあの堂島や警察にも追われているね。ここにかくまえば災いの種になる。それを言えば俺や社長も登場会に追われる身です。アジア街は同胞を見捨てることはしない。だが桐生さんは日本人のヤクザだ。それなのに橘不動産はこの件我々に対して事前に話を通してもいない。突発的なことでやむを得ませんでした。ですがここを追い出されれば桐生は堂島組に殺されます。それでも我々は別に困らない。待ってください。橘不動産からの上がりはアジア街にとってもでかいはずです。今までうちとアジア街はいい取引をしてきました。その上でのたってのお願いです。取引は対等なものだった。こちらも金に見合うだけの情報は提供してきたはずだよ。あんた方に借りはない。承知しています。ならこの件については別に金を用意します。私の顔に金をくれとでも書いてあるか。じゃあ他に何が必要です。言ってください。やめなさい。礼儀を忘れて交渉はできませんよ、小田さん。社長橘、
あんた、もういいのか。陳さん、お騒がせしています。小田さん、陳さんは一度下した決断を変える方じゃありません。私たちもアジア外にいる以上、そのことをわきまえておくべきです。ここに桐生さんをかくまうことはできません。でも社長。小田、もういい。事情はよくわかった。俺はよそに行く。帰る前にお茶を一杯どうだね。そのくらいはここにいても構わんよ。いえ、お気遣いなく。すみません、桐生さん。私もあの陳さんがここまで堂島組を恐れているとは思っていませんでした。風間のおやつさんも言ってた。何年か前、堂島組は外国人のしのぎを奪って大きくなったって聞いている。その時かなりの血が流れたらしい。ああ、俺たちはその頃まだ神室町にいなかった。それで陳さんとの間に温度差があったようだ。いいんだ、俺はここを出る。また連絡してくれ。それなら西公園で身を隠すのが良いかと。ここほど安全とは言いませんが。西公園、ホームレスのたまり場になっています。あそこなら堂島組もすぐに桐生さんを見つけられはしないでしょう。分かった。それにしても今は逃げ回るので手一杯だな。空の一坪の方はどうなってる？持ち主を抑えるって話だったはずだ。ええ、でもその話はまた後で。西公園に行ったら今夜だけはそこでしのいでください。明日迎えに上がります。この寒空に野宿か。かける言葉が見つかりません。ならあんたも一緒にどうだ。今二人でいるのは目立ちます。それに私は明日のために少し準備がありますから。準備？何だ？大したことじゃありません。そっか、それじゃ明日だな。ええ、それではまた。なんとか堂島組に見つからないように気をつけてください。分かってる。CWF の総帥、相田、翻って古書本流のプロレスを守るべく戦い続ける藤本。
この昭和戊辰戦争とも呼ばれる近日本プロレス対 CWF の長きにわたる戦いは、ここ神奈川文化体育館で終焉を見るのでありましょうか。リング中央に陣取る藤本、キックや関節技などの近代兵器で武装した CWF 軍に包むのか、またまた外敵を完膚なきまでに叩きのめし、脈々と受け継がれる本当の日本プロレス文化を守り抜くのか。強い仕様さそうだな。ついてねえな。おお、いったい。よう、あんた。ん？忘れたか？この間酒をおごってくれたろ。それであんたに立花不動産の人間が出入りする場所を教えてやった。ああ、確か第三公園であったな。そうそう、思い出してくれたか。でもこんなとこで何してる。家がなくなってな。あんたらと同じだ。なんだ、それじゃお仲間ってわけだ。ああ、それで今夜一晩どこかに寝られる場所はねえか。凍え死ななけりゃ何でもいい。いいよ、そんなら俺のねぐらに寝させてやるよ。ただ襲ったりすんな、俺はそっちの気はねえんだ。チッ、バカ言ってんじゃねえ。俺のねぐらはすぐそこ、あのブルーシートのやつだ。好きに使ってくれ。そうだな、一泊10万でどうだ。はあ？なんてな、冗談だよ。気が向いたらまた酒をおごってくれ。すまねえな、ありがとう。いいってことよ。目障りなんだよ、てめえらどっか行け。なんだ。おい、あんた起きろ。奴らだ。堂島組。堂島、何言ってる。こいつらホームレス狩りだ。おい、そこにも二人いるぜ。へい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 。あれ、そっちのやつなんかホームレスっぽくないじゃん。別にいいんじゃね。ここにいんだから同罪だよ、同罪。逃げんなよ。やめろ。何命令してんの。
やめてくださいだろ。なんだこいつ。やってくれたよ。これ大怪我だよな。一車両一車両。どうしようもねえガキどもだな。そうです、僕らガキの未成年です。人殺しても罪になりません。罪にならなきゃ罰は受けねえとでも思ってんのか。世の中そんなに甘かんねえぞ。生きがいいね。俺らとやる気かよ。おい、こいつ俺のこと殴ったんだぞ、ぶっ殺せ。ダメ、そろそろ本気でやっちゃう。一遍人が死ぬとこ見てみたかったしさ。ただで済むと思ってんのかよ。何がどうただで済まねえんだ。分かったよ、悪かった、だからもう許してくれって。それで謝ってるつもりか。それ謝る相手を間違っている。なあ、これ君んだろ。さっきこれでおじさんの頭殴ろうとしたろ。ってことはやっぱり君んだよな。やめろ、やめろよバカ野郎。しもうみんな寝てるんだ、声が大きいよ。ありがとうよ。あんたが一緒にいてくれたおかげで命拾いしたよ。あのガキどもちょくちょく俺らの仲間を襲ってたんだ。多分もう二度と来ないだろうけどさ。そうか。そういやまだあんたの名前聞いてなかったな。俺は桐生だ。桐生さん、そうか、やっぱりね。確か町で堂島組の連中が探してるやつがそんな名前だったな。安心してくれ、ここにはもうあんたを売るような人間はいない。俺たちは貸し借りにうるさいんだ。ふん、そうか。よう桐生さん、客が来てるぞ。あんたを探してる。客？堂島組か。いや、橘不動産の人間って言ってる。一応あんたのことは知らねえって言っといたけど。そうか、すまん。そいつは今どこにいる？公園の出口に車止めてる。
気になるなら行ってみな。よう、桐生君。織田、あんたが迎えの人間か。まあね。昨夜はゆっくり寝られたか。寒かったろう。いや、いい宿が見つかったんでな。それより立花は。社長は今あるところでお前を待っている。あるところ、どこだ。実はお前もよく知ってる場所だけど、ま、行ってみてのお楽しみだ。もう準備できてるなら車に乗ってくれ。いいか。ああ、頼む。よし、それじゃあ早速出発だ。今んとこつけられたりはしてねえようだな。公園に野宿までして隠れてたんだ。少しぐらいゆっくりさせてもらうさ。それで今から行くのは新しい隠れ家ってことか。いや、そういうわけじゃない。堂島組がカムロ町中に目光らせている限り、あんたはどこに隠れたっていずれは見つかっちまう。だから社長は堂島組の動きを抑えるために手打ってるとこだ。どういうことだ。今社長がいるのはお前もよく知ってる場所だ。俺たちもそこに向かってる。だからどこなんだ。言わなくてもお前にはそろそろわかる。やっとわかったか。東城会本部。何の真似だ、織田。社長は今東城会のトップにあんたのこと掛け合ってる。堂島組の動きを押さえつけるにはそのさらに上の極道になしつけるしかないってさ。待て、東城会は立花不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか。立花もあんたも俺も全員殺されるぞ。何考えてんだ。社長もそのくらい分かってるよ。それでも交渉ってのはいつだってやりようがある。先に降りてくれ。社長のいる場所に案内されるはずだ。何でも無茶だ。社長は賞賛があってここにいるわけだが、危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ。ビジネスにはリスクがつきものでね。けどあんたもうちの社員なら社長を信じろ。今度から何かするときはもっと早く教えろ。頼むぜ、桐生君。
キリュウさん。ああ、ご存知でしょうが、東城会二代目代行新原さんです。東日本における極道社会の最高権力者。お前が気流か。なるほど、その目つき風間の若い頃を思い出すな。適当に育っていいぞ。いえ、俺はここで。まあいい、そんじゃ始めるか。先ほどもお話ししましたが、私の望みはうちと東城会さんの神室町での共存です。うちはあの町にどんな人間が来ても受け入れる。それを許しているからこそ神室町は発展してきた。ただ東城会の大門を恐れん連中だけは別だ。あんたんとこの商売はそのルールからはみ出している。私は東城会の恐ろしさを分かっているつもりです。今日伺ったのはそれを形にしてお見せしたかったからです。何か手土産があるということか。ええ、その上で一つ二代目代行にお願いしたいことがあります。言ってみろ。道島組に桐生さんから手を引くよう東城会本家から働きかけてください。新原さんがご存知かどうか、道島組は桐生さんを消そうとしています。道島もバカじゃない。そいつにも消されるだけの理由があるんだろう。堂島組が桐生さんを狙っているのは私を捕まえるためです。私は殻の一粒を手に入れるのに必要な情報を持っています。殻の一粒か。なるほど、堂島はあの土地をよその人間に取られるわけにはいかねえだろうからな。だけど当然その上がりは本家にも入る。俺にあんたを助けてやる理由はない。話は変わりますが、堂島組は東城会で稼ぎ頭だとか。本家の中にさえ堂島組の力に対抗できるだけの人間はいないそうですね。あなたも含めて。堂島は本家に莫大な上がりを収めている。できた子分ではあるな。そして東城会の跡目に今一番近い人間です。そう遠くない将来、堂島宗平が東城会の三代目になる可能性は高い。それがどうした。このまま堂島組が殻の一粒を手にすれば、さらに莫大な金と力を得ます。東城会に絶対的な独裁者が現れることになるでしょう。そうなった人間は目上の者にも敬意を払わなくなるものです。つまりあなたは会長代行まで上り詰めながら、その老後は劇的に惨めなものになる。何？立花。新原さん、堂島に殻の一粒を手に入れさせてはいけません。一幹部が本家をしのぐ力を持てば、東城会は何もかもが大きく変わってしまう。堂島の開発計画は上がりのでかいしのぎだ。東城会本家にも奴から相応の金が納められる。ただそれだけだ。何も変わりゃしねえ。そんな目先の話にとらわれてるようではトップは務まりませんよ。代行。てめえ口の利き方を知らねえようだな。
持ちした手土産が届いたようです。入れてやれ。これを桐生さんの命の代金としてお納めください。5億。これは前金です。堂島組の動きが止まりましたらさらに5億、加えて今後神室町でのうちの上がりの3割を東城会本家に納めさせていただきます。たかが極道崩れの男の命に10億とはな。どこまでの価値があるのか。その程度の金ならいくらでも作れますが、本当の友人を作るとなるとそうはいきません。差し迫った事情を言えば、私が空の一壺を手に入れるにはどうしても桐生さんの力が必要です。随分高く買われているな。どうでしょう新原さん、あなたには今私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢もありますが、おそらくそのことで堂島から大した見返りはないでしょう。将来的にもね。でももしここで新原さんにお力添えいただければ、この先も堂島さんを本家に忠実な一幹部に留めておくことができるかもしれません。私の個人的な印象では堂島さんはそのあたりが分相応に思います。なるほど。あんたは確かにヤクザの股は開かせんのがうまい。金の使い方もよく分かっている。あの堂島が手こずるわけだな。恐れ入ります。なあ、堂島に伝えろ、桐生一馬は今から東城会本家の預かりとする、手出しは無用だとな。貴重なお時間をありがとうございました。二代目代行。桐生、風間がお前くらいの年の頃、あいつがどんな極道だったか知っているか。いえ、詳しくは。一言で言や一騎当選だ。腕といい度胸といい、俺から見ても惚れ惚れするような男気を持つ本物の男だった。もしあの頃に戻って奴を10億で買えるなら、俺は迷わず払う。お前が本当に10億の価値があるのか見させてもらう。このままおとなしく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ。
交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でした。これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで。ビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょう。この場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずです。そういうことだ。この場を切り抜けるって無茶だ。ここは登場界の本丸だぞ。無茶でも何でもこれが極道の流儀なんでな。織田、立花を頼む。くっそ、分かったよ。キリュウさん、ご無事でしたか。ああ、そっちも大丈夫そうだな。ええ、織田さんがついてますから。やっぱりすんなり正面から返してはくれそうにないか。ったく、たった3人相手に全力でかかってきやがって。何を言ってるんです。初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。それは分かってますけど、これくらいの修羅場なら今までに何度も経験してきたじゃないですか。それに桐生さんもいるんです。決して勝てない戦いではありません。立場そうでした。それじゃ一丁ビシッと言えりますか。新人に頼りっぱなしじゃ先輩の顧客に関わる。よし、それじゃあそこの扉から外に出よう。ええ、行きましょう。
大丈夫か？ええ、なんとか。それより先を急ぎましょう。出口はあっちだ。急ごう。逃げられねえよ。
なんとか生き延びたのか。ここに長居は無用です。行きましょう。カズマか。あの風間が目をかけただけのことはある。あれもいつか化ける男なのかもしれねえな。桐生の件だがな、本家がちゃちゃ入れてきやがった。堂島組や桐生一馬に手出し無用とな。そいつは立花不動産の手配りです。親父、連中もうちに追い詰められちゃ本家に泣き入れるくらいしかありませんからね。全部予想できた動きです。クゼと阿波野にはできなかった。俺にはさらに細すぎ。立花が桐生をどう動かすかも分かります。なるほど、もうクゼと阿波野に遠慮する気はねえってことか。渋沢からの一つぼは俺のこの手で差し出しますよ親父。いつまでこんなとこにいるつもりだ。久しぶりの休息です。たまにはゆっくりしないと持ちません。私は体が弱いんです。あれだけ極道相手に暴れ回れりゃ十分だ。ただ死に物狂いだっただけですよ。なあ、あんた。はい。なんで俺なんかのために10億も出したんだ。おまけに東条会本家に借りまで作っちまった。あんたは金と力を手に入れ、それで東条会に迫りたいと言ってたな。そのために殻の一つぼが必要だと。だが本当の目的は他にあるんじゃねえのか。だとしたらなんであんたはそんな体を張ってまで殻の一つぼを狙う。あの土地には俺の知らない何か他の価値があるのか。それについては企業秘密というわけにはいきませんかね。社員にも言えない企業秘密か。あんたについていく社員は命がいくつあっても足りねえな。だからあなたのような人が私には必要なんです。風間さんもそれをよく分かっていたからこそ桐生さんを私につけてくれた。だが殻の一粒についちゃまだ何も進んでねえ。これからどうする。俺は何をすればいい。それなんですが、昨晩ようやく殻の一つぼの所有者を抑えました。その人物は今大阪の蒼天堀にいます。蒼天堀？ええ。ですがすぐにこちらから出向くわけにはいきません。我々以外にもその人物を狙う組織が蒼天堀にいます。あんたの他に所有者の居所を突き止めた奴らか。おそらくは渋沢組の人間です。渋沢？あいつか。問題はその渋沢以外にも
あの近江連合までが動いているらしいということです。近江連合、やつらも空の一つぼ。ええ、その近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません。今の蒼天堀は私たちにとってカムロ町以上に危険です。少なくとももっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょう。そいつはあんたらしくもね。え？織田も言ってた、ビジネスにリスクはつきものだってな。それをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのか。あんたの腎臓はアジア街を長く離れるわけにいかねえ。だが俺は逃げ回るだけなのはもうごめんだ。待たされるのも性に合わねえ。あんたがどう言うが、一人ででも蒼天堀に行く。空の一坪の持ち主はカムロ町に連れてくればいいんだな。ええ、ですが俺も行きますよ。桐生の言う通りです、社長。状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか。誰かが俺らより先に空の一坪を手に入れれば全部水の泡なんです。安全策だけじゃ後手に回ります。たまにはいいことを言うな、小田。リスクは承知の上ということですね。それでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですか、桐生さん。ああ、私が指示したわけじゃありません。ですから何かあっても労災は出ませんよ。もう俺のために10億出してもらってる。これ以上あんたに金出させる気はねえさ。そうですか。でしたら結構です。桐生さん、蒼天堀に向かう前に準備を整えておいてください。ああ、あんたらアジア街に戻ります。話は通しておきますから、準備ができたら陳さんの店に来てもらえますか。私と小田さんはそこで桐生さんを待ちます。堂島組はあらかた町から消えたみてえだ。二代目大根が約束通り手回してくれたと見える。とはいえ油断すんなよ、桐生君。分かってる。それじゃ後でな。
皆様、ご機嫌いかがでショータイム。司会のドルチェカミアです。ドルチェカミアのおはがきドルチェ。今回のお便りは、Next time.
Ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready for cat fights? Okay, let's go! Attention, please! Ready? Thank you.
度寄付してもらおうか。邪魔だ。
何？はあ、そこは適当に合わせておいてさ。おい、
はい。
なあ。ん？
マネーゲームが開始だ。資金投入だ。これでどうだ。資金よくやったぜ。ボロ儲けだぜ。上等だ。これでどうだ。資金投入だ。資金投入だ。資金投入だ。しのぎ切ったな。ジャリンジャリン稼ぐぜ。ガンガン稼ぐぜ。ジャリンジャリン稼ぐぜ。ガンガン稼ぐぜ。皆様ご機嫌いかがでしょう。タイム司会のドルチェカミアです。ドルチェカミアのおはがきドルチェ。今回のお便りは、
や。イドルチェ神谷のおはがきドルチェジャッジメントカズクッサよっしゃ、読まれたぜ。
おい。はい。はあ？
え？する。神谷のおはがきドルチェジャッジメントカズカズさThank you.
next time. よっしゃ、読まれたぜ。稼ぐぜ、ガンガン稼ぐぜ、ジャリンジャリン稼ぐ。